전 나이주라! 今回は 서너히나 무쿠미 와 서너히나 우치니 아시노 무쿠미 토리! 무쿠미 토루 今一瞬にして血がブワーってなんかね、通ったすぐ
もうさっきのペットボトルを横にしたみたいで。ふくらはぎちゃんの血も今から下ろしますよ。ふくらはぎちゃんはこういつも地べたでこう頑張ってくれてたから、私は夜は逆のことをいたします。お、あげます。あ、ふくらはぎをあげる。足をあげて、あげて、ブラ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 こうね、ブラ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 して、はい、もうこの今度は地球のまたまたこの重力を利用して逆の重力で今度はふくらはぎちゃんのやつを下にこの地球の引力の引力で下ろします。あ、なるほどなるほど。ふらふらするだけやから楽ちんですね。この時に今度伸ばして足こーっと全部ここ、今までここ昼間曲がってたとこも逆にこうちょっとこう、あー、シュクッションしたら余計に効きますよ。そしてこっからのつま先を90度、痛い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 ぐらい、これが気持ちいいんです。痛いぐらい気持ちいい。はい、ここで血流が巡ってる。そうです。しかもここのね、リンパ節も伸ばせるので、はい、なるほど。これはかなり伸びます。うわー、伸びてるね。だから今さっきみたいに話したり、うん、はい、あの私はですよね、うん、はい、結構、はい、あんまりしんどいことが嫌いなんです、うんうん、でながらでやるのが好きなんですよ、はい、どうしてるかと言いますとですね、ほう、どうしてるんですか。寝てる時にですね、うん、こう横にしますですね、ほうほう、足を、はあ、足を、うん、はい、右を折ったとしたら、はい、はい、左足、はい、開いてますね、うん、左足の親指ちゃん活躍してください。ほう、はい、あら、あの膝の裏のちょっとリンパをほぐしております。へえ、ちょっとほぐしてから、うん、今度はこのふくらはぎのところをかかとでグーッと向こうに押します。足の力って手より強いし楽に押せるんで、なるほど、ね、しんどくならないようにこうガーンと押しま、ガーンと押して押しますと、そっから体重をこう抜ける、こう抜けて、こう抜け、お、なるほど、こう抜け、ほんとヒップアップに、あー、一石二鳥。その時にはお尻キューです。お尻キューッとして、うん、あのむくんだ時ってパンパンに張ってるんで、はい、ここ柔らかくあのやっていきます。なるほどね、はい、へえ、はい、であの、はい、一番、うん、あのやってもらいたいのがこれなんですけど、はい、ここ一番楽なこのサンリのとこ、はい、いつも言うんですけど、うん、このサンリ、うん、サンリをあのツボ入るとすごく気持ちよくて、うん、一瞬にしてなんか楽になる感じがするんですよ、はい、だからあの ね、お風呂のね動画の時もこうやってここをこうこれもうほんとこれはねお風呂の方が血流もねわーってなってるから余計に効くと思うんですけど、もこれ家でもなんか普通の時でもこの足ブラブラはすごく気持ちいい。ドラマ見ながら、ドラマ見ながらとかでもながらでやってください。気持ちいいんでブラブラ。なるほど、はい、はい、であの寝てる時はですね、はい、逆にこのかかとのこの外の方のこれくるぶしですか。はい、くるぶし、はいはいはい、このくるぶしのこのくるぶしちゃんを使って、ほう、はい、こっちの方の足の三里力、ほう、大粒に今かかとこのくるぶしちゃんが入っております。へえ、なるほど、動かして、もう全然力も何も入れないでずっとつぼに入ってるんですよ。これが結構このね、あの三里のつぼのとこからこの骨沿いに下にずっとこのグルクシちゃんをちょっとこう下ろしていくんですよ、ずっと。ほうじゃあね、本当に楽なんで、うん、これやってほしいです。本当気持ちいいんで、うん、つぼのとこね、つぼ入れていってください。そしてもう一つこれをやって
はとりあえずどっちか言ったら鍛える筋トレっていうよりも、はい、うん、ものすごい体を伸ばすストレッチの方を大事にしてます。なんかね、年々なんか身長とかもどん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 縮んでいく気がするんで、それをもう一回